おはようございます。ということで、今日6月20日土曜日です。朝の2時49分ですね。今日も今からまた動画編集やるんで、昨日の、マルライドもまだ編集してないんで、編集してアップロードしたいと思います。まずは、そこから今日始めたいと思います。今日も一日頑張りまーす。ただいま4時36分。外は明るくなって、もうめっちゃ、今日はすごいいい天気。なのでちょっとこれからフラット、早朝ツーリング、行っちゃいましょうか。はい、ということで、とりあえず朝一で給油に来ました。このエネキーを作ったんで、これをタッチすればいけた。118円、満タンで。すごい久しぶりに給油してる気がする。これどのぐらいぶりだろう。じゃあどの辺かな。はい、さあどのぐらい入ったんでしょうか。6.12リットル。まあ、せっかくこのエネキーに登録してるけど、このレシートを直すために財布を取り出す必要があるという。いや、今日ちょっとこれやばわかる。これ太陽やばい。今日ねめちゃめちゃ晴れてるよ。来た来た、ほんと来た。ちょ、今ねわかる、この興奮、この興奮してる感じ。ということで、前回の給油から走行距離が 205.6 キロ、燃費はまたツーリング終わってから出そうかな。 5.6 キロね、保存。よし、じゃあちょっとナビを設定しないといけないね。よし、ということで、今日はですね、じゃあ、とりあえず走り出すか。とりあえず走り出そう。あ、ちょっと待って。トリップリセットしなかった。リセットは、これ長押しだっけ？よし。ガソリン入れてリセットしました。はい、ということで、改めましておはようございます。マルボールです。今日は6月の20日土曜日の、今、時間が5時12分です。早い。ということで、どうですか、この天気。ちょっと太陽と反対方向向いてるんですけど、これやばくないですか。まあ5時12分なんで、もう日の出時間あっという間に過ぎてるから、あの位置に太陽ありますけども、この晴天具合、昨日までの雨は何だったのかという、そういう感じでございます。まあ一応今梅雨なんですけどね、今梅雨なんですけど、やっと晴れてくれたので今日はツーリング行きたいと思います。で、まあ今日は夜も予定あって、その資料作りとかもあるので、あんまり遠出はできないということで、あと動画もまた作りたいしね、動画編集もとかもしたいんで、今日はそんなに遠出はしません。で、どこに行くかというと、宮ヶ瀬港だっけ未だに名前が覚えられない。相模原から行ける湖っていうかダムが2つぐらいあって、まあ、それの片方に行きます。で、もう片方はちょっとコメント欄で昨日教えてもらったんですけど、まあ、なんか美味しいコーヒー、美味しいというかおしゃれなというか、まあ、いい感じのコーヒー屋さん、なんだっけ、もう名前忘れたもう名前忘れたんだけど、なんかコーヒー屋さんがちょっとおすすめしてもらったんで、そこはちょっとまだこの時間が早いんでね、空いてないんで、そこはまた今度にしたいなと思います。なのでとりあえず今日は、まあ、1時間ぐらいですかね、ダムを走ってぐるっと回って帰ってきたいなと思います。そのダムとかも目的地とかもどうでもいい、本当になんかもう気持ちいいこの天気の中走ってるだけで超楽しいやばい、このテンションの上がり具合、本当ちょっと事故だけは気をつけて、安全にだけは気をつけていきたいと思うんですけど、やばい、ちょっと今の部分音割れしてるかもやば、楽しい、これだよバイクはこれだよ、この天気の中走るのが超楽しい。いや、気持ちいいねこの晴天なかなかなくないですかね。今日はやばいわ。今日ね、夜予定がなかったら、もうほんとどこまでも遠くにちょっと走り行きたかったんですけどね、ちょっと夜予定があって、どうしてもちょっとそれの準備をしなきゃいけないので残念。まあでもまだ時間5時16分なんで、正直まあどこまででも走って夜帰ってこれるんですけど、まあちょっとツーリング久しぶりなんで今日はこのぐらいで勘弁しておきましょう。まあ実はそのなんとかダム、宮ヶ瀬ダムだっけは、まあ、納車直後に、走り行ってるんですけど、実際には2回目ですね、動画は初めてですけど、
はい、そういう感じでお送りしております。で今日はですねこの通りあの後ろの箱をね、外しております。なのでいや今日ねそのもうガソスタまでの道のりでもう思ったんですけどめっちゃバイクが軽いバイクがめっちゃ軽いんでやっぱねすげえ扱いやすい。でも逆に箱つけてたら重たいバイクなのでもう大型の練習になるなっていう感じですかね。すごいなんかあれあの箱つけて毎日バイク乗ってるからなんかちょっとずつバイク上手くなってるんじゃないかなっていう大きいバイクの扱い方上手くなってるんじゃないかなと思いますがジクさん乗りながらもね、はい、やばい。何にしてもこの天気本当何回も言うけど今日はテンションがやばいですあれちゃんとねこの今日はツーリングということでこの足のプロテクターもさすがに毎日の通勤の時は足まではしてないんですけど今日は足のプロテクターつけてきました。あとはジャケットはいつも通りね、着ております。うわ気持ちいい気持ちいいな。あの昨日まで雨降ってたからすごい気温も低くてで天気晴れてるから程よい気温でやばい。今日は完全にツーリング日和ですね。ほら今日は横の箱がないんで影がすっきりしてますいや何週間ぶり本当にツーリング行くの。いやー毎日ね通勤でバイク乗ってたとはいえやっぱこの天気の中ねどこかこう何も考えずに走りに行けるってのはやっぱいいですね。最高今日最高連発しすぎだろっていう。もう気持ちいい楽しいな。やっぱ日頃重たくしてる日頃バイクを重たくしてるからすごい楽しいすごい軽く感じるバイクが。おーいいねー。すごい山道に来てる。だいぶ山の方に来ましたね。街を抜けて気持ちいい。すげえ青空この青と緑がねいいね。来た来た。やっぱこういう道で通勤したいよなしょうがないけど。やべえ気持ちいい。軽いバイクが軽い切り返しが軽い。やっぱジクサー軽いわ何もつけてないとこのジクサー150だとこうだいぶ上りがきついと辛くなるのがちょっと楽しいですね逆に、うん、頑張って登ってる感が、まあ、今日は何も、荷物積んでないんで軽いんですけど軽いんでそんなにそこまではないんですけどこの道で荷物いっぱい積んでるともう大変ですよ頑張れジクサーって感じになりますよね。いや道綺麗でいいな。すごい道綺麗。いやこの時間だと車もなかなか快適に走ってくれるからこっちも走りやすいですね。うん、いい、いい。久々にこのバイクを楽しめてる気がします。来た。向かいに太陽。うわ、眩しい。いや快適だな。やっぱツーリングは早朝に限るなこの空気もね澄んでて気持ちが良くてやっぱツーリングは早朝に限る。あ気持ちいいね。
もうすぐ来ますよ、ダムが。いや、あっという間だったな。やっぱショートツーリングだと全然走り足りませんね。来た来たよ。来たー、ダムだー、宮ヶ瀬ダムだー。ってまだ全然見えない、全然見えないけど、地図だとこんな感じで、もうダムの横を通っております。まあ、この先多分景色がいいはずなんで、いやー、うおいいねー。やっぱ最近もずっと街中ばっかり走ってたんで、このダムの景色が異常に綺麗に見えるやっぱいいなー。おー、いいですねー。天気も良くて気持ちいい。ちょっと寒いかなちょっと涼しすぎるぐらいな気温ですが、やっぱこの時間だとね、このツーリングスポットというか、結構、車も結構こう通るんですけど、車も少なくていいですね。うわ、めっちゃ速い車来た。めっちゃ飛ばしてるこの車飛ばしすぎでしょ。来た。いやー、いいですねもう今日は同じコメントを何度も繰り返してますが、やっぱこの自然の中をやっぱ走るのが一番気持ちいい。まあ、街中も楽しい場所あるけど、やっぱこの自然には勝てないね。週末はこういう自然の中走るのがやっぱりリフレッシュになりますね。そしてここに駐車場があるんですが、まあ、この時間だと閉まってますね。はい、閉まってます。ということで、じゃあ今日はもうノンストップでこの湖というかダムの横を走り抜けて帰りたいと思います。まだ全然時間が5時41分か、全然走り足んないな。やっぱ僕長距離をドーンとね走るのが好きなんで、まだまだ全然ですね。おー、いいね。デュカティかな。すごいぞ、この先道がめっちゃくねくねしてる。さあ来ますね、峠セクション。うわー、この段々が、何せねバイクが軽いから切り返しがやりやすい。うわー、カーブしてる。ちゃんとブレーキングしながら、おー、ツーリングいいね。マンホールが道の中、真ん中にあるの怖いな。道を知らないから。
ちょっと気をつけていきたいですが、めっちゃバイク走ってるね。もう地元民でしょうね、このこの立ち上がりでしっかりアクセルを開けるのが楽しい。そしてこのジクさんならね、安全速度でアクセルガバ開けができるので気持ちいい、気持ちよすぎる。うわ、ここからかなりのウェット路面、 CB でしたね。バイク多いね、反対向き多いね。こっち側は全然後ろもいないけど、うわー気持ちいい。うわすげえ太陽出てる、まぶしい、太陽がすげえまぶしい。真正面に来た、信号全く見えないじゃん、青か青か、信号見えねえ。バイク多いねやっぱり。このカーブをいい感じに曲がれた時の気持ちよさね。オドメーターが1500キロ行きました。もうバスとすれ違いながら、うわーこの天気ですよ、いいね、気持ちいいね。あっという間にこれ帰り着いちゃいますね。そしてまた真正面に太陽、すごい。いや今日さ、これ GoPro でしか今撮ってないけど、 GoPro Max とかつけてくればよかったね。失敗した。いやもうちょっとね、この天気見てやばい、走り行かなきゃと思って慌てて出てきちゃったから慌ててっていうか、もうなんか気持ちが高ぶってきちゃった。一人久しぶりにこんな天気だからさ、もうやべえ、これ走り来て走り来てと思って、もう急いで家を飛び出してきたんで、ちょっとそんなカメラのこと忘れてたんですけど、あ、ちょうど6時になりましたね。いつもの6時のアラームが鳴っておりますが、ということでじゃあ今日はこの辺で終わりにしますか。もうこれあとまた街中通って家に戻るだけなので神奈川相模原から、行きやすいツーリングスポットとかありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。そこに、ぜひまた行かせていただきたいと思います。ではでは。いやほんと天気いいな、気持ちいい。はい、ということで、もう時間が8時35分。いや、本当はちょっと晩ご飯とか作って、食べてから、夜のミーティングに行こうと、オンラインミーティング参加しようと思ってたんですけど、パワーポイントとかあんま作るのね、僕あんま得意じゃなくて、大変だった。てか、まともにまだ完成してないんですけども、実はミーティングは9時からなんで、もうこれでとりあえずやるしかないですね。一応、タイマーと、あとなんか、まあ、話すことの、なんか簡単な、
メモみたいなのを用意したんですけど、いや、15分で僕喋りきれる自信ないな。まあ、とりあえずちょっと自分の伝えたいことがちゃんと言葉にできるように頑張りたいと思います。いやー、苦手だ。今日のお昼とかはこの間買った割引のパンとかを食べて過ごしました。最近こういう、なんか自炊諦めがち。自炊一旦辛くなってきました。いや、疲れた。疲れたけど今すごい達成感で満たされてます。というのも、ちょっとさっきから言ってた福岡にわかでの LT 会に今日は僕が発表者として今発表してきて、まあ、内容は Vlog。Vlog とは何かから Vlog どうやって作ればいいのかっていうのを持ち時間15分だったんでざっくりですけど、まあ、動画撮るところから編集してるところまで簡単に見せながら、まあ、ちょっとオンラインミーティングでちょっとやってみたんですけど、まあ、皆さんに響いたかどうかわかりませんが、皆さんのこのコメントを見てると良かったっぽいので、ちょっとこれは内容をちょっと福岡にわかの人たちに向けた部分をカットして、もう少しこの僕のチャンネルを見てくださってる方に向けて作り直して、Vlog の作り方作ってみようかなと、僕なりの Vlog の作り方と、まあそもそも Vlog って何かっていう僕の考えをちょっと話す動画を今度作ろうかなと思います。ちょっとぜひ楽しみにしていてください。いやでもほんとね、こういうなんか言葉で何かを伝えるっていうか、自分の意見をこう伝えるのはなかなか僕苦手だったので、今回こういうなんだろう、すごい皆さんから発表した時にフィードバックでグッドボタン送られてきたのはすごい嬉しかったです。本当にあの福岡にわかで、ちょっと僕の発表、熱心に聞いてくださった皆さんありがとうございました。ぜひ Vlog やってみてください。はい、ということで今日はね、もう朝からツーリング行ったりとか、まあ、昼間はその動画撮ってなかったけど、まあ、何もご飯とか作らずに、ポッドキャスト聞いたりとかして、ぐだぐだ過ごして、で、夜はこのにわかの LT 会、参加するということで、まあ、いろいろありましたが、今日無事終わって。でもちょっと LT 会ずっと心の中にあって、不安としてあったんで、よかった。本当に。本当によかった。じゃあ、こんな僕ですが、ぜひ、高評価とチャンネル登録して、また明日の Vlog も楽しみにしていただけると、嬉しいです。バイバーイ、また明日。Up with a slow motion crew, and we up in our growlings when